まに削れるかき氷の氷でございます。県南の清水白桃でございます。大きく作らせてもらってます。カフェのイメージがつかないんです、なかなか。これ食事を目当てに来られる方多かったんで、お食事メニューを増やしたんですよ。こだわりが、今回のこだわりが、釜飯が。イメージがつかないんです、なかなか。やっぱランチのお客さん相当、はい、最初ね、本当はもっとカフェメニューを増やそうと思ってたんですけど、やっぱ食事を目当てに来られる方多かったんで、お食事メニューを増やしたんですよ。ランチの釜飯とかは入れてる海鮮のものに対してはすごいこだわって、まあ、取り入れをさせていただいて、もおかきだと岡山県産の日生のかきだったりとか、あと青森のそのホタテで大粒なものを選んで仕入れをさせてもらうような形をして、そうやっぱりランチ以外でそのカフェの時間を楽しんでいただくのがまだ少ないような感じですね。お店のこだわりはですね、一応この県北では食べれないふわふわのかき氷をしているのがこだわりには一応なります。はい。なんでもうちょっとそのカフェの時間を、まあ、皆さんに来ていただきたいなっていうのはすごいあります。県内の方から配送していただいてるんで、ふわふわに削れるかき氷の氷でございます。はい。県南の清水白桃でございます。3つほどですね、1つ丸々1個ぐらいを使わせていただいて作らせてもらってます。取り立てのものなんで結構傷んだりしてるとこは省いてにさせてもらうんで、だいたい1個半ぐらいを出して準備さ指定させていただいて、もうダメな部分はもうお客さんに出さないように。清水白桃のかき氷でございます。映るかしら。こだわりが、今回のこだわりが、釜飯がホタテの釜飯は青森の方で大粒なホタテを4切れを入れしています。
にします。うな重でございます。こちらのこだわりというのは、ですね、肉厚の、まあ、できるだけ分厚くて食べ応えがあるうなぎの方を選ばせていただいて、そちらを取り寄せさせていただいてます。こちら今単品で出していただいたんですが、セットで、お吸い物と、あともう一つ漬物の方をお付けして出させていただきます。はい、と価格がですね、今こちらで2100円で提供させていただきます。それと、特うな重ということで、うなぎの方が2倍の、こちら今付けていただいている分の2もう1枚お付けして、ご飯をもう少し大盛り で提供させていただくのが、じゃあ3800円でさせていただこうと思います。はい、時間は、平日が11時から18時で、土日祝が、10時から19時で営業させてもらってまして、毎週月曜日を定休日でさせていただいてます。これからお店どういう感じに持っていきたいとかありますかね。やっぱり今ですね、ランチのお客さんは来てくださることが多いんですけど、そのカフェのタイムというんですかね、その時間に来てくださるお客さんがまだちょっと自分の中では少ないと思っているので、そこをまあもっと盛り上げていって、あとはいろんなとこから来て、そのまあなんですかね、あったかい場所作りをして皆さんに心地よくいてもらいたいなっていうのが一番自分の思うところですね。あとお客さんに向けてお願いします。はい、まあ、皆さんお客さんが来ていただくのにまだまだ未熟なんですけど、お客さんが居心地よく入れて、その、まあ、楽しんでいただけるようなお店作りをスタッフと一緒にしていきますので、どうぞよろしくお願いします。うちはもう撮影をもう全然 OK なんで、もう気軽に遊びに来てください。お待ちしてます。別にもう、はい、アポなしで突然来て、なんかこういう感じでちょっと食べるとこは撮りたいんでっていうの全然大丈夫ですかね。はい、全然大丈夫なんで来てください。お待ちしてます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。